市川團十郎白猿さんの心豊かな部屋。市川團十郎さん、長女ぼたんさんの芸能事務所入りに親心、進みたい道へ進ませる。歌舞伎俳優の市川團十郎さんが27日、自身のブログを更新。長女で舞踊家の市川ぼたんさんが、芸能事務所グルーミングエージェンシーに所属したことを報じました。スポーツ報知の記事を引用し、親としての思いを明かしました。レイカとたくさん話し合って、レイカが選んだ道を親として子供の進みたい道へ進ませることにいたしました。たった一度の人生だから、己の進みたい方向へ行くべきだ。私はそう思います。と、本人の意向を尊重して決断したことを明かしました。関係者によると、今後、舞踊や歌舞伎以外のテレビドラマなどは、当社が窓口となり、活躍の場を広げていくという。舞踊家としてもこれまで通り活動する。昨年12月には、歌舞伎座12月大歌舞伎の夜の部、團十郎娘に出演。1962年の三代目市川水仙以来、女性として60年ぶりに主役を演じました。7月には歌舞伎座7月大歌舞伎、4月3日から28日の鎌倉八幡宮静かの宝楽舞に團十郎、弟の新之助さんと出演することが決まっています。昨年8月のスポーツ報知のインタビューでは、母小林真央さんの影響もあり、アナウンサーへの憧れも語っていました。本当にすごく努力しないとなれない職業だと思う。これから自分がいろいろな経験をして信念が強くなったら挑戦してみたい。特にナレーションに興味があります。アニメ映画 DC 頑張れスーパーペットの声優を経験したことで一層声の仕事に興味を持ったといいます。ご視聴いただきありがとうございます。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。